吉裕太君。委員長。吉裕太君。自由党の日吉裕太でございます。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。私はご周知の通り、今年の10月まで立憲民主党に、所属をしておりましたが、自由党の玉城デニーさんが、自民を維持して、沖縄知事選挙に立候補され、見事当選を果たされました。しかし、少数政党である自由党は衆議院議員におきまして、2名の政党であり、玉城議員が辞職により自由党の衆議院会派が消滅に至りました。このような状況におきまして、野党再編、野党の結集により政権交代を実現していくためにも、衆議院議員において自由党の旗を下ろすわけにはいかないと考え、熟考した結果、立憲民主党を離党し、自由党に入党いたしました。本日は自由党の議員として初めての質問となります。翁長知事の意思を受け継いで、玉城デニーさんが沖縄の思いを選挙にぶつけました。その思いを引き継ぎながら質問をさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。まず、先の沖縄県知事選挙における選挙結果につきまして、沖縄基地負担軽減を担当されている、菅官房長官にお尋ねいたします。先の2度の沖縄県知事選挙で、沖縄県の民意は、辺野古移設反対が示されましたが、菅官房長官は、米軍基地の辺野古への移設反対が沖縄県の皆様の民意であると認識されている、そのように理解されておりますが、それでよろしいでしょうか。菅内閣官房長官。選挙の結果については、真摯に受け止めさせていただきたい、このように思います。その上で、地方公共団体の市長選挙の結果について、政府の立場で見解を述べることは差し控えさせていただきたい、このように思います。委員長。日吉裕太君。先日、菅官房長官は玉城沖縄県知事と会談をされました。菅官房長官は、辺野古移設推進の立場を、玉城知事は移設反対の立場を主張され、話し合いは平行線に終わりました。菅官房長官は工事を止めずに進めると、玉城知事はこのままでは第三者機関の国地方係争処理委員会に審査を申し立てることになるということでございます。今後、杉田官房副長官とジャハナ沖縄県副知事との間で、今月末を期限に協議が行われ、解決の糸口を探るということになるそうです。また、玉城知事は先日渡米され、ニューヨーク市内の大学で講演を行い、日米両政府と沖縄県の三者対話を呼びかけました。沖縄県の民意を受け止め、この問題を責任を持って解決するには三者対話を実現すべきと思いますが、菅官房長官はこの点につきましてどのようにお考えでしょうか。菅内閣官房長官。先般、玉城新知事との会談の結果、政府と沖縄県とで普天間飛行場の辺野古施設に対する考え方、これは異なっていること、このことは改めて確認をいたしました。その上で、知事の要請を踏まえて、国は辺野古への移設、沖縄県は国庁係争処理委員会への審査の申し出の手続きを進めながら話し合う、このことで合意しました。現在、今日も行われてますけど、杉田官房副長官とジャハナ副知事の間で、話し合いを行っているところであり、引き続きこの静かな環境の中で、忌憚のない意見交換をしっかりと行われているというふうに考えております。その上で申し上げれば、普天間飛行場の辺野古施設をめぐる問題の原点というのは、市街地に位置し、住宅や学校に囲まれて、世界で一番危険と言われておる普天間飛行場の危険除去、そしてその固定化を下げる返還であるというふうに思っています。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険除去を考えたときに、辺野古移設というのが唯一の解決策であるというふうに考えておりまして、こうした点についても米国の間に累次にわたり確認をいたしたところであります。委員長。日吉裕太君。今、私の質問は三者対話を実現されるかどうかというところでございますが、この点は、この三者対話は行わないと、こういうご見解でしょうか。菅内閣官房長官。私、今申し上げましたのは、まさにこの日米同盟の抑止力の維持と普天間飛行場の危険除去というものを考えたときに、
辺野古移設が唯一の解決策であり、こうした点についてはですね、米国政府との間で累次にわたり確認をしており、政府としては早期に辺野古への移設と普天間飛行場の返還を実現をしたいと、この考えに変わりはありません。委員長、日吉裕太君。沖縄の民意を踏まえた上で、また玉城知事が訴えた第三者対話を実現し、誠意を持って対話をしていきたいと、いただきたいということをお願いをさせていただきます。続きまして、去る10月30日に行政不服審査法の規定を根拠に、防衛省沖縄防衛局からの申し立てを受けて、石井国土交通大臣は、沖縄県による辺野古公有水面埋め立て承認撤回処分の効力の執行停止を決定しました。行政不服審査法において、審査請求をなし得るものは、行政庁の処分に不服があるものとなっていますが、この処分という言葉が、沖縄防衛局のような国の機関にも当てはまるのかどうかが問題となっています。行政不服審査法第7条第2項では、国の機関または地方公共団体、もしくはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において、当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は適用しないと定められています。すなわち、この処分が一般市民と同様の立場ではなく、固有の資格に基づいてなされたものであれば、沖縄防衛局は不服の申し立てをすることができないということになります。まず確認ですが、国の機関のような場合、このような行政庁の処分は、一般市民と同様の立場で行われるケースと、固有の資格に基づいて行われる2つのケースがあるという、この理解でよろしいでしょうか。防衛省、防衛省、辰巳大臣官房審議官。お答えいたします。沖縄防衛局が、今回、審査請求をいたしましたことにつきましては、我々が行っております埋め立て工事ですね、これについて、法的地位を失うもの、これにつきましては一般市民と、同様に権利利益を害されたというふうに考えておりまして、行政福祉審査法に基づき、審査庁である、国土交通大臣に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるということでございまして、7条の2項の適用のには適用しないというところには当たらないというふうに考えております。すみません、委員長。日吉裕太君。もう少し簡単な質問だったんですけれども、処分は一般市民と同様の立場で行われるケースと、固有の資格に基づいて行われるケースが、あるのかどうか、この7条2項の解釈、を踏まえて教えていただきたいんですけれども。わかりますか。防衛省、辰巳大臣官房審議官。防衛省がこの行政福祉審査法7条2項に関する有権解釈権を有しているわけではございませんので、その整理について申し上げることは困難だと思っておりますが、防衛局として行ったのは、まさに一般市民たる事業者が埋め立ての免許について、一般市民と同様にこの埋め立てを行うことができるという法的地位を失ったものであり、一般市民が権利利益を害された場合と同様であることから、行政福祉審査法に基づいて、申し立てる資格があったというふうに考えております。吉井裕太君。この行政不服審査法の第1条第2項におきまして、行政庁の処分その他、公権力の行使にあたる行為、これを処分というという記載がございますけれども、ここでいう処分と第7条2項の、国の機関または地方公共団体、その他の公共団体、もしくはその機関に対する処分で、固有の資格において当該処分の相手方となるものと言っているこの7条2項における処分とは、同じことを言っているという理解をしているんですが、それでよろしいですか。防衛省、辰巳大臣官房審議官。繰り返しになって恐縮でございますが、この行政福祉審査法を所管する
官庁では防衛省はございません。しかしながら、今回、この我々としてはですね、まず防衛局が、沖縄防衛局、行政庁たる沖縄県の処分を受けたというふうに考えておりまして、この処分に不服があるということで、第2条には、この行政庁の処分に不服があるものは、審査請求することができるというふうに考えております。そしてまた7条2項のこの固有の資格には当たらないということで、審査請求及び執行停止ができる資格があるというふうに考えております。吉井裕太君。すみません、国土交通大臣が10月30日に執行停止申し立てに対する決定についてという通知を出されましたが、この通知の中の2の括弧2のところで、この点、処分庁は申し立て人が固有の資格において、本件撤回の相手方となったものであり、行政法の規定は適用されないと主張する。しかしながら、平成28年最高裁判決及び行政法の目的などに照らせば、本件撤回は行政法第2条の処分、すなわち直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するものに当たるのであるから、申し立て人は一般市民と同様の立場で処分を受けたと言えるというふうに、文書に書かれておりますが、この、直接、この権利義務を形成し、またはその範囲を確定する、これは、固有の資格での、で処分されたその相手方には、この適用されないんですから。国土交通省林水管理国土保全局次長、お答えをさせていただきます。委員が今ご指摘をいただきました決定書の中で引いております、行政処分、行政福祉審査法2条に規定する処分の内容につきましては、昭和39年の最高裁判決というのがありまして、その中で、処分の内容について定義をされているものを引かさせていただいておるものでございます。で、そのことを、この決定書の中では、指摘をさせていただいているということでございます。日吉裕太君。そうしますと、一般市民と同様の立場でということなんですけれども、実際問題として、一般市民である、事業者が主体となって、辺野古の海を埋め立てることができるということになってしまいますけれども、その際の、法律的根拠といいますか、法的手続きがどのようになっているか、教えていただけますか。どちら、はい、林さん。国土交通省林水管理国土保全局次長。お答えいたします。一般市民の方がこういう水面を埋め立てるという場合には、一方なんでございますけれども、こういう水面埋め立て法上は、その第2条におきまして、都道府県知事の免許を受くべしということにされておりますので、知事の免許を得ることが必要になります。日吉裕太君。現実問題として、一般の市民としての、事業者が主体となって、アメリカと、交渉を調整をしながら、この辺野古の海を埋め立てることができるということですか。国土交通省林次長。私が今申し上げさせていただいたのは、一般市民の方が、こういう水面を埋め立てる際の手続きをご説明をさせていただきました。で、それを超えて、その辺野古という具体的なところについて、埋め立てをすることができるかできないかというのは、これもちょっとこういう水面埋め立て法の問題ではないので、ちょっとそこの点については、お答えをさせていただきたいと思います。日吉裕太君。そうしますと、防衛省の方、お答えいただけますか。実際に現実問題として埋め立てることが、何かこう法的な制限とか、アメリカとの関係で、条約等の制限、こういったものはないんでしょうか。防衛省、辰巳大臣官房審議官。
お答えします。米国との間では当然ながらこの普天間移設事業に関しましては協議を行い、日米安保合同委員会などの手続きを経てこの事業を進めている部分がございます。一方で今回沖縄防衛局がこの審査請求をしたものはですね、この埋め立てをできることの法的地位、これがあったわけでございますが、それが今回の沖縄県の撤回によってその地位を失ったと、こういう観点から言えば一般市民がまさに埋め立ての免許を取り撤回を受けたのと同様であると、まあ、こういうことで一般市民が権利利益を害される場合と同様であると、このように判断して行政福祉審査法に基づいて審査請求執行停止を申し立てたというところでございます。委員長、日吉裕太君。まあ、実際にできるかできないかという点にお答えいただけなかったように感じているんですけれども、菅官房長官にお伺いします。現実問題として一般市民が事業者、一般市民としての事業者が主体となってこの辺野古の海を埋め立てることが現実にできるかどうか、ご見解をお願いいたします。菅内閣官房長官。今回のことについては法治国家として関係法令にのっとって必要な法的手続きを行っている、このように考えています。日吉裕太君。委員長、菅官房長官、もう一度お願いします。できるかできないかお答えください。菅内閣官房長官。今申し上げたとおりであります。関係法令に基づいて必要な法的手続きが行われておるというふうに承知しておりますので、今国土交通省でのですね、対応がされているということだというふうに思っています。委員長、吉裕太君。関係法令にのっとって、私人であっても事業主が主体となって、この辺野古を埋め立てることができると、こういう理解でよろしいですね。菅内閣官房長官。必要な法的手続きを今行っているということです。吉裕太君。もう一度お願いします。必要な法的手続きがクリアできればできるということでよろしいですね。菅内閣官房長官。今行われていることは法治国家として関係法令にのっとって必要な手続きを行われておる、このように思っておりますし、尊重すべきであると、このように考えます。そして今委員からいろいろ問い合わせておりますことについては家庭の話であり、そのことに答えることは差し控えたいというふうに思います。委員長、日吉裕太君。分かりました。ということは、できるかできないかは、分からないということですかね。よろしいですか。菅内閣官房長官。まずですね、今回その防衛施設局が行った審査請求および執行停止の申し立てについては、固有水面埋め立て法の所管大臣たる国土交通大臣により先般関係法令に基づいて施行停止の決定が行われた、このことを承知しております。このことは法治国家として関係法令にのっとって必要な手続きが行われている、このように承知しており、このことは尊重すべきであると思います。そういう中で委員から家庭の話でありましたので、その部分についてお答えすることは差し控えたい、こういうことであります。日吉裕太君。お答えいただけないので、これ以上、時間もありませんので、菅官房長官には長時間ありがとうございました。またご質問させていただく機会があろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。沖縄県とも誠意のある、協議を続けていただきますようお願いをいたします。ご退席して結構でございます。菅長官はご退出ください。で、続きまして、委員長、はい、日吉裕太君。片山大臣に、公文書の管理について、お尋ねをさせていただきます。公文書の管理につきまして、森友学園にかかる財務省による公文書改ざん事件が発生しましたが、公文書は適切に作成し管理されなければなりません。そのためには今回のような改ざんが行われたり不適切な公文書が作成されたりすることがないよう、しっかりとしたチェック体制仕組みを構築していかなければなりません。公文書を適切に作成管理する最終的に責任を負うのは誰になるのか
すなわち普通一般の企業におきましては経営者が、その作成責任を負っているというふうに理解しておりますが、この行政においては、誰が責任者になるのか、教えていただけますか。片山大臣。お答えいたします。委員ご指摘の公文書管理でございますが、公文書管理法におきましては各行政機関が自ら定める行政文書管理規則に基づきまして文書管理を行うという仕組みでございまして、文書管理のチェックについての一義的なものにつきましてはまず各府省が責任を持って行う必要があるという立て付けでございます。その上で第三者的な立場からのチェックを通じ政府全体で適正な文書管理を確保するため、本年9月に内閣府においては独立公文書管理官を局長級に格上げし、そのもとに公文書監察室を設置いたしたところでございます。こうした実効性のあるチェック体制の構築によりまして適正な公文書管理の徹底に万全を尽くしてまいりたいと考えております。以上です。日吉裕太君。はい。一義的には各省で責任を持って、その上で、各、大臣、最終的には、総理が、責任を負うというようなふうに私は理解しているんですけれども、その上で、ご質問させていただきます。麻生大臣が、自主的に1年分の、閣僚給与を返納いたしました。重い処分を受け止めて、重い処分だったというふうに受け止めて、良いのかどうか、考えているところでございますが、改ざん後、この、麻生、大臣のこの処分、これは改ざんを防止できなかった責任を取ったのか、それとも、この改ざんを見逃して、ということに、対しての責任なのか、何に対してこの責任を、認め、こういった判断をされたのか、という、その点についてどのように、片山大臣はご理解されておりますでしょうか。片山大臣。はい。お答えをいたします。今申し上げましたようにその決裁文書の改ざんという大変重い事案につきましては、まず行政全体への信頼が損なわれたということは内閣全体としても大変遺憾にと受け止めて、その後のチェック体制の構築により万全を期しつつあるところでございますが、まず一義的には各行政機関が自らの文書管理のチェックについて一義的に責任を持って行うということの立て付けの中で、麻生財務大臣のご判断による麻生財務大臣によるご決定なのかなと思いまして、ちょっとそれ以上につきましては私どもは、申し上げる立場にないのかなと思っております。日吉裕太君。この財務省が作成した調査報告書の中で、麻生大臣は知らないまま公文書の改ざんが行われたというような下りがございました。麻生大臣の、判断のもとで、こういった自主返納という、対応をされたということではございますが、この麻生大臣が知らないところで行われた、このこと自体が、この内部統制上の重大な欠陥ではなかったかと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。片山大臣。お答えをいたします。今般 その改ざん事案につきましてはどういう点からということを私はその、主任が公文書管理でございますからあえて申し上げさせていただきますと、幹部の方を含めて職員を一人お一人において適正な公文書管理を行うことへの理解が、非常に不足していた、不十分であったこと、文書管理のチェック体制自体が不十分であったことなどが、要因に挙げられるものと認識をしております。ですから、公文書を扱う職員のコンプライアンス意識の改革やチェック体制の強化を進めるとともに決裁文書の改ざんを許さないルールシステムの徹底も必要と考えております。で、現在財務省におかれて自ら定めた再発防止策を、実行されているところと承知しておりまして、その中には委員のご指摘の、幹部職員も含められた総合的な研修、電子決裁を原則とするなどの業務フローの見直し、決裁ルールの見直し全体等があるようでございますが、政府としても一連の問題を踏まえまして今年の7月に閣僚会議を開催して公文書管理の適正化に向けた総合的な政策を決定したところでございます。この中には
研修の充実強化、独立公文書管理官、各省における公文書管理官の設置といったチェック体制の整備、電子的な行政文書管理の充実、まあ、今大体9割を超えてきておりますが、決裁文書の改ざんなど悪質な事案に対する免職を含む重い懲戒処分の明示、決裁文書の事後修正を禁止するルールの明確化等を決定しておりまして、今実行に移しているところでございます。まあ、いずれにいたしましても、昨年の末に行政文書の管理に関するガイドラインも改正して、これを徹底し、引き続き適正な公文書管理の徹底に万全を期してまいりたいと考えております。委員長、日吉裕太君。時間がまいりましたので終わりますが、この公文書の改ざんにおきまして、その調査報告書で、国会の質疑が紛糾することをこれ以上避けたいというような記述がございました。そのために、こういった改ざんが行われたというふうに思っておりというふうに記載されておりますけれども、そういったことは決してあってはならないことですので、今後しっかりと、内部統制の構築をお願いをいたします。以上で終わります。ありがとうございました。次に、公務員の制度および給与並びに行政機構に関する件、特に人事院勧告について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として内閣官房内閣人事局人事政策統括官上田